もしあなたがパートナーとの関係を劇的に改善したければ、両親との関係を見直すということをなさるべきです。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日皆さんにお伝えしたいのは、彼と彼女との喧嘩が劇的に減っちゃう。非議伝授ですね。いつもパートナーとは喧嘩しちゃうっていう人、そもそも喧嘩っていうのはなんでできるかというと、あなたがパートナーにこうすべきよああすべきよというふうな欲求があるからだというふうに言われてますね。例えばパートナーに、おい、ちょっと肩揉んでくれよって言いますよね。いや、そこじゃないよ。それもうちょっと強めだよ。ねえ、下手だな。なんて言われたら、なんか嫌な感じがしますよね。一方、なんか肩凝ったなーっていう時に、あれ、どうしたんですか？平さん揉みましょうかって言うと、うまい下手以前に、ああ、悪いねーって、すぐに感謝の気持ちは湧きますよね。私たちっていうのはどこかで自分は面倒見てもらうにふさわしい、こういうふうに思うと、なんでもっとちゃんと面倒を見てくれないんだ、もっとちゃんと愛してくれないんだ、だってあなた彼でしょ、あなた彼女でしょ、こういうふうになるわけです。で、この考え方っていうのは実はですね、心理学的で言うと依存的な考え方というふうに言います。これはどういうことかというと、親子関係でお父さんやお母さん、親が子供の面倒を見るのは当たり前じゃないかっていうふうに皆さんは思いますよね。だって何もできない、私は僕は子供だもんっていうのが土台になってる。そうすると面倒を見られる子供たちと面倒を見る親、そして私たちは親に関して面倒を見るのが当たり前で、それは完璧な人たちなんだ、そして完璧な親たちが不完全な私たち子供たちの面倒を見るのだ、こういうふうに考えるわけです。ちっちゃな時に大人っていうのはもっと完璧だと思ってませんでしたか？でも実際皆さんが20歳を超えて大人になってみて、なんか子供の時とあんまり変わらねえなとか、全然自分は不完全だっていうふうに思っていませんか？だったとしたら、実はあなたの面倒を見てくれたご両親も実は同じなんだっていうことに気づかれる必要があります。そしてそれは両親じゃなくてあなたのパートナーも一緒なんです。私たちはついつい成熟して自立していない、まあこれは心理的な話なんですけれども、パートナーに依存しようとします。私をもっと幸せにしてくれるのはパートナーの仕事なんだ。だって私は私のことを幸せにはできないし、私は私の機嫌が取れないんだもの、とあなたは思ってしまうわけですね。そうすると私たちは誰かに依存をするという状態になる。しかし依存をしている時に、私はこんなにダメなんだからというのが潜在意識下に隠れてるから、しっかりとしたあなたがちゃんともっと私を面倒見てよ、いい気分にさせてちょうだいよっていうふうに考えると、いい気分にさせてくれないパートナーに文句がいっぱい出てくるんです。そしてそれはあなたが親との関係で言う文句とほとんど似てるんですね。例えば皆さんが文句がある時っていうのは、必ず文句は言うんだけど感謝を伝えることができないっていう風な状況がよくあります。例えばアメリカ映画なんかを見ていると、恋人たちが本当に、君と本当に付き合えてラッキーだったよって、僕は本当に君を本当にいつも愛してるよ、感謝してるよ、なんていうのペラ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 喋りますよね。ところが今日一つ皆さんに、どうしたらあんなことをペラ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 喋れるようになるのか、セリフを暗記して覚えてもそれは意味がないんです。心が伴いませんから。でももしあなたがパートナーのこうすべきだああすべきだっていう文句を減らそうと思う、実は非議伝授はパートナーとは関係ないんです。
です。どういうこと？アメリカ映画なんかを見ると両親に関して、ママ今日はママの誕生日だよね、ママ本当に僕のママでよかったよ、ママ本当に僕を産んでくれてありがとう、なんて両親に当たり前のようにペラ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 と感謝しているのが気づくでしょ。もしあなたが劇的に喧嘩を減らしたり、パートナーに関して文句を手放そうと思うならば、本当にロマンスのある関係を築きたければ、あなたは両親との関係を見直すということをなさるべきです。多く、まあ私は今年で30年間この仕事をしてますけれども、大概この話を皆さんにお伝えするとすんげえ嫌な顔されます。それはどこかで面倒を見るのが親、あなたは面倒を見られる側専門になっちゃうと、愛した度合いだけあなたは自分に自信を持たれることになります。そしてあなたが恥ずかしいかもしれないけれども、してくれないことばっかり両親に文句を言ってると、同じようにあなたのパートナーのしてくれないことばかりあなたは文句を言う人になります。もちろんその時にあなたがしてあげてないことに関しては全く気づいていない。お父さんやお母さんが残念ながら人間ですから不完全なこともありますけれども、あなたにベストを尽くしてくれたなっていうふうなことが分かると、同じように彼や彼女が本当に不完全ながらベストをあなたのために尽くしてくれたんだということに関して感謝ができるはずです。皆さんにとってもちょっと両親との関係、それはあなたのパートナーよりも恥ずかしい思いをするかもしれません。ちょっとしたプレゼントをしてあげるとか、ちょっと何か言葉をかけてあげれるだけで、とても簡単にあなたは両親を喜ばせてあげることはできます。多分世界中のどの人よりも簡単に喜ばせることはできるはずなんです。でぜひともそれはなさってください。じゃないとあなたは深層心理的に、僕は私は誰の喜びにもなれない、この私が誰かの喜びになれるわけがないじゃないかという、何らかの間違った思い込みとストレスを持っているということになります。あなたはもしパートナーにとっての喜びであるならば、もっともっと彼を喜ばしてあげることをあなたができるんですよ。でも私たちはそんなことできるわけがない、こんな私なんか、私は喜ばせてもらうことが専門なんだっていうふうに思っている限り、どん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 あなたはパートナーに文句を言う羽目になり、そしてパートナーもいい加減にしなよというこの種の喧嘩が絶えなくなってしまう、そういうことですね。もしあなたがパートナーとの関係を劇的に改善したければ、あなたは両親との関係性を大人同士の対等な関係に早くしてください。それが一番男女関係にとってはうまくいく秘訣です。講演会のお知らせでございます。福岡そして札幌に直接平らにお会いしに来られませんか。2つの地域で講演会を実施いたします。福岡6月30日日曜日13時30分から16時30分、博多駅5分で到着する八重洲博多ビルで実施いたします。札幌は4月15日の祝日、北濃憲法会館13時30分から16時30分、札幌駅からここも5分ぐらい、5500円の会費がいりますが、なんと3300円のメンタルの講座、一度受けれる無料チケットを皆さんにプレゼントします。詳しくは YouTube 概要欄の方を見てください。よろしくね。お願いします。お会いしとうございます。